平野仕様のぽっちゃり好きアピールが話題。SNS での素直な姿勢とファンへの愛に魅了される。2023年7月26日、元キング・アンドプスの平野仕様がインスタグラムのストーリーズ機能を通じてファンからの質問に回答し、その中でぽっちゃりした女性が好きであることを強調したことが話題となりました。この意外な一面が ファンやメディアの注目を浴びています。一体、平野紫耀がどのようにぽっちゃり好きをアピールし、その背後にあるエピソードは何なのでしょうかこの記事では、その謎に迫ります。平野紫耀の芸能活動再開と SNS での質問回答まず、平野紫耀が芸能活動を再開し、個人のインスタグラムアカウントを解説した背景に触れてみましょう。 滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストプロデュース会社戸べのタレントとして平野は再び芸能界で活動することを発表しました。その後、個人アカウントを開設した彼はファンからの質問に積極的に答え、その回答が話題となりました。例えば、質問、今一番好きな先輩は誰ですかに対して平野は年上の友人を あげおじさん友達、と答えました。また、別の質問、リップスピアス開けてる女どう思うには俺は全然ピアス開いてようが全然気にしないと回答しさっぱりとした姿勢を示しました。彼はファンとのコミュニケーションを大切にし、そのサービス精神がファンから絶賛されました。 ぽっちゃり好きのアピールしかし、最も注目されたのは、平野紫洋がぽっちゃり好きであることを公言した瞬間でしょう。彼が、私ガリガリやねん。あかんやんな、という質問に対して、大丈夫。俺がぽっちゃりにしてあげるよ。何食べたいの何がいい何が好きラーメンお肉と返答したことは多くのファンに衝撃を与えました。この回答は、 平野のぽっちゃり好きがジャニーズ時代からの持論であることを示すものであり、ファンにとっては驚きと共感が入り混じった瞬間となりました。平野仕様のぽっちゃり好きのルーツ平野仕様のぽっちゃり好きというスタンスは、彼が2019年に出演したトーク番組、オシャレイズム日本テレビ系で初めて公にされました。この番組で彼は、 ぽっちゃりした女性が好きと告白し、お笑いコンビおかずクラブのゆういピンにハグをしてみたいとリクエストし、照れながらも彼女の胸にライブする場面が放送されました。これは平野が自身のぽっちゃり好きをリアルな行動で表現した瞬間であり、ファンにとって思い出深いエピソードとなりました。 SNS でのぽっちゃり関連の質問平や使用は SNS 上でもぽっちゃり関連の質問に頻繁に答えており、その姿勢は一貫しています。彼がファンから寄せられた質問に対して積極的に回答することでファンとのコミュニケーションを深めています。特にぽっちゃり好きに関する質問には大好きと答えたり、ぽっちゃりの方が好きだよ。 とファンに伝えたりするなど、彼の率直な姿勢が現れています。まとめ平野紫耀が胸にダイブした女性タレントとは、おかずクラブの UEP であり、彼女に対するポッチやリスキのアピールが話題となりました。彼の SNS 上での質問回答やテレビ出演において、その率直さとサービス精神がファンを魅了し、彼のファンとの絆を深めています。 今後も、平野の仕様の SNS にはぽっちゃり関連の質問が寄せられそうであり、彼のファンからの期待が高まっています。彼の独自の魅力と人柄は、多くの人々に愛され続けることでしょう。